転しながらじゃないと無理だな。行きましょう。
結構いますからね。どうぞ。
から神田なんとかってなんだっけ忘れた。嘘つくれた。嘘で江戸湯食ったんじゃないの。銭湯の値段でね、ダラダラできるぐらいいっちゃう。480円出して、風呂入って、さっぱりして、2階のラウンジで寝れるって。で、昔、あそこ昔ね、長椅子あったんだよな。あの2階のロビーみたいな。あのレストランがやってなくて、レストランが11時から開店するんですよ。で、あの、レストランが11時に開店するんだけど、その間、開店前のレストランの、それは何かな、何、あの飯食うとこを利用して、俺ら、あの、つなげたんだよ、その昔江戸湯時代はね、あの長椅子があってね、横慣れたんで、あそこでゴーってあとあれだったんだ、なんかね、リクライニングできるすっげえ深くからそばあったんだけど、どこ行っちゃったんだろう、あれ車行ったらなくてさ、本当なんかレストランに椅子しかないんだよ。であそこにさ、なんかあの一人掛けの椅子しかなくて、あそこ落ちないように寝るの大変だったんだよ。結構しやがったんだな、あれね。いいんだよ、あの8時の開館だから、大体 NHK 流れてるんだよ。で、風呂上がりにぼーっとして NHK のニュース見て、あ、日曜のね。で、ぼーっとあれ見ててさ、で、なんか間延びしたニュースやってからさ、あ、今日日曜かと思ってるわ。あれを見て、ようやく外出るっていうね。で、外出て、江戸湯出て、お茶の水駅行くまでの間、すごい上り坂がありますね。上り坂があって、あそこ上りきると汗だくなるんですよ。風呂に入ってみると全くなくなるんですよ。素晴らしいやん、あの立地条件ですよ。すごいですね。汗を流して、さっぱりして、冷房を切り開いてぐーっすり寝て2時間ぐらいですけど、起きて金払ってね、あ、金払う、これは毎金でもらってればいいんだけど、まあ行きますわね。で、帰りますわね。帰ったらね、あの出た瞬間、見せてた瞬間にもっとして熱気と蒸し暑さでね、一気に汗が吹き出すっていうね、あの480円に全くなくなるんだが、お茶の水のえげつない坂見ると本当に東京って山なんかなっていうのがもう分かるよ、本当に。あ、やっぱり東京ってもともと漁村だったんだなっていうのが分かるよね。江戸って漁村を改造して作ったんだなっていうのが分かるよ。あのお茶の水のあのえげつない坂とかさ、あの水戸橋から吉野橋だってさ、江戸湯今なんかねえんだな。あ、神田なんだっけ、スパなんだっけ、忘れた名前。あそこまた標高低いのさ。あそこからお茶の水まで登る坂なんて言ったら、あんた斜度30度ぐらいになってる。すごい野山だったんだろうな、昔あれはそこなと。山登った先に川流れてんね、あそこ東京って。あれだってあそこのさ、お茶の水の川溢れたら多分あそこ江戸湯水没するよと思う。そんな立地状況とかさ、いやあれでご覧になった東京すごいっすから。いや東京ね、おすすめなのはね、やっぱりあれダメですよ。やっぱりね、浅草とかさ、銀座ばっかりじゃダメよ、やっぱり。ダメ、ああいうとこばっかりじゃ、ああいうとこ回って、ああいうとこばっかりじゃダメ。やっぱりね、市ヶ谷とか、お茶の水とか、水道橋とか、あの辺回らなきゃダメよ、やっぱり、世の中、これ東京は。あそこがね、あの、えげつない坂を登ったり降りたりするので、登ったり降りたりしつつ、あ、東京ってやっぱりもともと漁村だったんだなっていうのが、手に取るように、あの坂を見ながら里山だった頃を思い浮かべるっていう遊びができるわけですよね。麻布なんて、麻布とか
神谷町とかあの辺ももう山だもんね、山。あ、山だろこれ。あ、山だったんだなって感じだもんね。皆さん、麻布だとか言って、東麻布だ、西麻布だなんてセレブって住んでますけど、あ、もともと山だな、これ山だな、これって。もともと山だ、ここだっていうね。南青山ブランドとか言ってますけど、私だから見りゃ、私だから見てみりゃ、ただの山ですから、ね、山にしか、山、あ、山ね、山に無理やり作ったのね、ここっていう、ね、感じだからね。そりゃ、マムシの1匹は2匹はいるわな、あそこはな、やっぱりね。知らないだけで。いない、そうなのかしら。先祖代々住んでるマムシとかいるよ、そこですから、そこ。だって青山墓地にマムシいるんだぜ、だって。俺らが近寄らないんだもん、青山墓地の子。絶対俺、あそこだけは絶対近寄らないんですよ。これは田舎者特有のね、感覚なんですよ。あ、いるっていう。あ、これいるわっていうのは分かる。東京都民って、ああいうところって意外に油断してるから、草むら、ズカ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 入ってくるよね。自然だ、緑だって言って、あの、代々木公園とか入ってくるよ。新宿公園とか、すごい草むらのあたりでガンガン入ってくるんだけど、俺、あの神経が分からないんだよ。俺絶対いないって言う場所、どこに、なんとの根拠は知れてお前って。あの絶対いませんっていう保証ねえでお前言っとるけどって、ね、言いたいんだけど、明治神宮とかだけど。だって代々木公園って、明治神宮造営したときに、あそこは、多摩の里山風景を残そうって言って、あそこだけわざと残してる、手つかずの森にして残してるんだよ、言っとくけど、後から造営したわけじゃないのよ、あれ、代々木公園って。そこは新宿御苑のそうだけど、新宿御苑は内藤新宿って言って、あれ昔内藤さんのお屋敷のあれだった敷地だったんで、まあ、あれ結構でかい敷地だったんで、内藤さんのお屋敷だったから内藤新宿って言ってんで、そのまま転用してるんだけど、あそこもだって昔からそんなにいじってないでしょ。江戸時代の新宿なんて、ただの新宿って宿場町だけど、宿場町一個外れや、あれですから、田んぼと畑ですから、いましたよ。いたよ。いないと思ってるのが、頭おかしいんだけど、おめでたいよ、本当にあれ、本当に。すごいなぁ。青大将はいると思うよ。間違いなく、青大将は絶対にだと思う。都内にヘビがいるのかな、なかなか絶対近寄らない。東京タワーの真下とかね、絶対いるよ。探してごらん、いるから、ね、絶対に。東京タワーの真下、あのね、増上寺のほら入っていくの坂道あるんだよ。ちょうど浜松町の駅のほうから入っていくと、ちょうど東京プリンスホテルがあって、その脇っちょが上り坂になってんだよ。あそこ上り坂になってくるのが、上に上り坂の左側に草むらがあって、崖が上がって草むらなのよ、ここ。あそこ絶対いるわなと思ってさ、うわぁ、いるわ、これ絶対いるよ、ここと思ってさ。いるよ、だからいるの。通りにもいると思う。発見されてないだけでいるよ。青大将が1匹2匹あるよ、竹下通りに。だって明治神宮の近くだもん。代々木公園から線路挟んですぐだから、うん、多分水路泳いでくるよ、多分あそこまで。ニョロニョロニョロ、多分朝とか朝、夜は来ないけど、朝夜はマムシがいるかもしれない。だからあそこフラフラして、うっかりなんか建物の隙間なんかにいると、マムシがいたりするんで、水中しか見てるんですけど、いますよ、隠れてますから、そっと隠れてますから、なんか日の当たらないところが好きなのよ、マムシって。で、夜、マムシ夜行性だから、昼間あんまり動かねえんだよ。昼間ね、涼しいところでじっとしてんだよ、マムシって。体調どれくらいだったかな。
青大将って青大将ってあれなのよ、あの体長が1m50から2m ぐらい、長いもので2m ぐらい、長いですね。あの道端でよく引かれてんだから青大将。それで道端でよく引かれてんだから青大将。あ、緑色のやつ。いや、まあよく見かける、東京都内でよく見かけるやつ。23くらいで一番よく見かけるヘビが青大将で、マムシがね、ごく稀に見つかるのがマムシ。あ、若干茶色っぽくて、あのね、まっすぐはいない。あの、なんだろう、あの、や、あのね、弓の字みたい、漢字の弓みたいな字、ああいう張り方するから、マムシって分かりっぱず分かる。あの、弓みたいな。ね、あのジグザグ、あまりまっすぐ、マムシってまっすぐなんないですね。あれ大概あのジグザグみたいにして張ってますから、ね、であんまりあの出てこないです。あの夜夜行性なんですね、これマムシって。噛まれたとして30分以内にあの病院行って血清ってもらえば治るなんかなります。一番おっかねえのが山かがしかな。あれがね、山かがしってね、あれね、爬虫類好きの人にはとって非常に綺麗な蛇なんですよ。赤、茶色とか黄色とかって。山かがし捕まえるやつがいるからね、あれ噛まれたら大変ですよ。山かがしの結成ってね、群馬のね、日本スネークセンターにしかないんですよ。山かがしの結成って。あれ噛まれたらやべえんだよ。で、山かがしってめったに噛まねえから、噛まねえからあれなんだけど。人に噛まれると厄介なことになるから大変ですよ。ヤマカガチ、シマヘビもなんかいるよな、かな。シマヘビ、ヤマカガチ系は多分ね、港区内には何回かなんかいる。あそこから来るらしい。あの目黒の自然植物園から来るらしい。あの港区に出没する意味、公園にいるらしいですよ。あんまりしてだから東京都内の公園も近寄らない。草むら、あの麻布間宮穴町とかの麻布間宮穴町とかにある公園とかなんか絶対の草むら使えられないですね。あそこから飯倉登る坂道なんだけど、どう見たっても崖だからね。あれね、崖なんだよ。もう崖じゃんと思ったもん。崖じゃんここ、崖っつうか、だって地肌むき出せる崖があんねん、あそこに。だっていないわけねえじゃん。あそこいるよ絶対。あとね、気をつけてほしいのはね、東京都内の皆さんに気をつけてほしいのはね、多摩川河川敷と荒川河川敷と江戸川河川敷が冬に近寄らない。特にあの夏の大雨が降って増水した後の荒川と江戸川と多摩川の河川敷だけは絶対に近寄らないでください。マムシがいますから。マムシいます。あのね、遠方上流から流されてマムシがあのたどり着いてあのどっこ生きてる場合がありますから注意してほしい。あの、ね、よくドラマでもいいんだけど、本当は電車で多摩川を越えるときにあの土手の草むらにさ、本当にドラマみたいにさ、土手の斜面によくずによくなんか寝そべってるやつとかいるんだけどさ、よく寝そべれるよなんだところだって、マムシいるぞマムシお前って言うとさ、俺マムシいたらどうすんだお前って思ってさ、俺注意喚起したいくらいなんだけど、いると思ってないんだよね、あの人たちって。まさかって、だってここ大田区だぜみたいなさ、待ってここ江戸川区だぜみたいな、葛飾区だぜみたいな、日本で葛飾区で江戸川区だったら50年前田んぼだったじゃねえかって、田んぼがあったのかお前って。
あ、その頃から住んでる桃石もいますからね。あの足立区に、足立区が宅地化する前の足立区。だって東京オリンピックの頃の足立区ってまだ農村地帯でしたからね。梅田陸橋まで。まだまだ。田舎ですか、ね、あ今の茨城とあんま変わんないよ、あの風景、茨城の、三津街道とかね、上層とか三津街道の風景とあんま変わんないですよ、ね、50年前の竹の塚って、あんな感じ、うん、だって考えたら地下鉄東西線、東京メトロ東西線の葛西駅、西葛西駅ってできた当時田んぼですからな、そこね、駅ビルの周り全部田んぼだったんですからね、昔あれね、こんなところに駅作ってみたいなさ、うん、浦安も田んぼだったですよ、昔から、うん、総武線が混んじゃってるからバイパスで作ったんで、田んぼのど真ん中で地下鉄作ったんで、あれ、あと都営三田線のあの昔のあの都営三田線の昔のあのなんだっけ、高島平団地になる前の石台とか箱根とかあの辺の田んぼでもね、難しいんですよ、難しい。で、いないわけないんだよな、いるっちゃいるんだよな。じゃあ知恵しましょう、皆さん。あれ見てて、余裕行こう行かないもん、こうやって。もう蛇嫌いだからさ、嫌なの、あんなとこまで見たくない。お台場にはいるかな。お台場では見たことねえな。お台場ではカメムシは見たことあるけどな。どっから来たんだろうな、カメムシ。あ、ダイバーシティのところ、ダイバーシティ東京プラザのところにカメムシ見たことあるよ。あ、カメムシいるんだと思って。いたんですね、カメムシみたパイプ切って、
あとあれ作ってたね、火薬なんてだって、かんあれ、これ言っていいのかな、言っていいのかな、火薬はね、あの知ってる人は知ってるんだけど、割と簡単に手に入ります、火薬っていうのは、火薬の原材料なんていうのは。あ、知ってる人は知ってるよ。うん。あ、もっと分かりやすいと、田舎に行けば行くほどいっぱいあるよ、あの火薬の原料なんて。言わないけど。花火工場って山奥なんだよ、あれ。花火工場と、警察庁の拳銃工場って秋川の山奥にあるんだよ。だから爆発すると悪いから、とてもね、被害がなるから。あ、ちなみに警察官と自衛官が使っている、あと誰か使ってる、刑務官と、マトリの人と、マトリと厚生労働省の、なんだっけ、捜査官ぐらいか、マルさんが確か拳銃持って職業なんだよ、確か。警察官、自衛官、海上保安官、あきる野市に、警察庁あきる野工場っていう施設がありますので、そこで作ってますよ、施設とか。弾作ってますよ、そこで。銃弾作ってますよ、そこで。ピストルは作ってないでもな、あのね、弾薬工場やってますから、そこで。だから、ね、山奥にある、工場なんだよね。あ、今だから分かりやすく言えば、花火ほぐして、火薬にしようとかって思ってるんですよ、実は。あれはね、花火の火薬ってね、相当いっぱい買い込まないとなんないよ。難しいんですよ、あれ。でもあれ、拳銃の構造が分かってないと、多分自作で作るの無理だろうな。まあ、ネットで見ながら作れるっちゃ作れるんだろうけど、どうなんだろう。あれ昔モデルガンかなんか改造して発射能力高めたって昔あったよね。あれも大変なんだ。あれは安全の犯罪だからね。でもね、自衛官ってね、言うほど弾って撃てないよ。皆さん誤解してますけど、確かに拳銃の組み立てと分解組み立てのあれやります。自衛隊でやりますし、意外に警察学校でもやります。あれは銃の分解と組み立て作業ってやるんですよ。修正しないといけないから。ただ自衛隊で実砲を撃てるっていうのは月に20発ぐらいしか撃てなかったんですね。射撃訓練で撃てるか弾って20発ぐらいですけど、20発だったから、月1ヶ月で20発、1人20発。歩兵が担いでる、ライフルみたいなのあったのあるじゃない。自衛官が抱えて、背負ってるやつ。あれの射撃訓練が、確か、
今はどうだか分かんないけど、昔だと、20発ぐらい、実弾、実弾も、実弾もらえないのが20発ぐらい。なんでね、点検照射って言って、5発ぐらい、まず試しで撃つのよ、メタルの中で。その後、15発ぐらい、1時間かけてゆっくり撃つの。あんまり当たりが悪くて、的に当たらなかった体型だと、体調がおまけに5発ぐらい、全然当たらなかったら、でももう5発やるから、ちょっとやってみろ、もうちょっとやってみろかって言って、ウィースって言われて、だから、で自衛官って常に拳銃持ってるわけじゃないのね、実は。駐屯地内でいるときって、常に拳銃持ってませんから。自衛官ってよくこれから多分夏になるところ多分酒田にも酒田港にもこっちに護衛官来るのかな。海上自衛隊が護衛官で何だっけ来るんですよ。護衛官祭りみたいなやつで一般公開みたいなので来るんですよ。あそこで臨場してくる案内とかしてくれる人いるんじゃないの。護衛艦内を案内する隊員さんとか、見張ってる携帯家で、要するに甲板とか、甲板から落ちないように見張ってる隊員さんいるでしょ。あれ通じて拳銃持ってないですよ。あの活動中は。で、外で何だっけ、地方本部の人が、自衛官募集してる人みたいなのを PR 大会やってるますけど、あの時の陸上自衛隊のお兄さんとかも多分拳銃持ってないはずですよ。自衛隊で常時拳銃持ってるのって警務隊だけですからね。警務隊って自衛隊内の警察、軍隊で言えばミリタリーポリス MP です。軍警察ってやつね。日本の自衛隊は厳密に言うと軍隊じゃないので、憲兵って言えないんですよ。ミリタリーポリスって言えないんですよ。一応海外的には見たらどう見ても MP なんだけど、じゃ警務隊なんだよね。あれは自衛隊員が犯した、自衛隊が駐屯地とか作戦任務中とか演習地とかでやった犯罪に対して捜査権持ってるのね。自衛隊って警務隊の人って、で、人たちは多分24時間ネグラ連中拳銃持ってますけど、他の歩兵隊とかって持ってないはずだよ。銃稼いでるとは稼いでますけど、拳銃は持ってないはずなんで、まして海上自衛官とかになった場合、なんか多分 日常から多分携帯してなかったと思うよ。隊員さん、海上自衛隊の護衛官のりか、なんか先生官のりか知りませんけど、持ってないはず。だって海上保安官ですら、だって拳銃携帯できるのってあれ臨検行くときだからだけだからさ。確かに臨検で相手の不審点を止めて臨検行くときに拳銃って渡されるんだよね。携帯渡されるんだよ。だからあれ巡視船に乗ってるときって結構皆さん丸腰でやってますから、海上警備行動が発令されると、さすがに拳銃も出されますけど。だって、巡視船だって、船止めるだけだって、使うのって、機関砲だけですから、20ミリ機関砲だけですから。20ミリ機関銃ですから、護衛艦について、巡視船についてるのは、20ミリ機関銃ですね。あれ、機関砲積めないんだよな、機関砲積めばいいのに。
だ拳銃握ったことねえと思うよ、あの人、あの犯人山上、山上なんとかって言うんだね。いや多分射撃訓練でも実砲弾とかそんな海上自衛隊などそんなないかもしれない。だって出番ないもん。あの陸上自衛隊って陸戦だから、あの、ね、陸上で射撃演習とかそっちやるからいいんだけど、海上自衛隊はね、海上自衛隊が拳銃ぶっ放す時って本当やばい時ですからね。あれは敵兵が護衛艦に乗り込んできた時にドンパチやるだけでってぐらいですから勘違いする時ですからね。捕虜になるぐらいから自害するわかってって、時のようだったから。そういうことはね、航空自衛隊が拳銃持ってる持たされる時ってあれだからね、あれ言ったけど、あ、航空自衛隊はね、あの戦闘機乗る時に、ね、拳銃持たされるんですよ。あれなんでも、あれはね、あの不時着して敵陣に囲まれたら、使用するやつだね。敵地に墜落して、あの墜落するとき脱出シュートでバーッてやるじゃん。パラシュートで落っこちてる、どっから落っこちてると敵地で味方が救援するまで、あの5発装填の拳銃で持ちこたえろっていう、あの時の最後の最後の手段の拳銃ですからね。自衛隊で海上自衛隊でほとんど銃撃ったことねえような気がするんだけど、俺、その代わりもっと激しいものを撃ってますから、実弾実弾で、海上自衛隊の場合はもっと激しいものを撃ってますから。その代わり護衛艦についてるアスロックとかミサイルとかを撃ってますから、実弾ミサイル撃ってますから、あっちの発射回数の方が多いような気がするんですよね、演習で。日米合同軍事演習とか、あの護衛艦と、あのアメリカ のフリゲート艦とかで、ね、駆逐艦とかでね、だって実戦で、いまだにだって日本の自衛隊って実戦で今でね、パック3されたことないんだから、実戦で配備してもらわなきゃ。あいつはね、イージス艦から撃てんだけど北朝鮮がミサイルぶっ放す、だから北朝鮮がミサイル撃って弾道計算で日本国内のどっかに落ちますよってなった時に初めて撃っていいっていうなっていうシステムだから、あれはどんだけ早く弾道計算できるかな。ただあれ命中精度が悪いんだ、パトリオットミサイルだからね、もともとあれはね。ああいうのなんか、なんだっけ、なんとかハーフーンとかなんか、護衛艦くっついてる、あの要するに護衛艦、分かりやすく言うと、護衛艦から垂直に上がっていくミサイルみたいなんでしょ、ゴーンなんて、ああいうのは撃ちまくってますから、あの航空自衛隊も、あの戦闘機、F2 戦闘機から、結構な勢いで、やばいものを発射させてますから、ボタン1個ピューンって。SP ってね、日本って平和ボケはいいんだけどね、やっぱり平和ボケすぎるとね、SP がクソネコも立たねえってことがよくわかるね。いくら訓練はしてますって言われてもね、しょっちゅう訓練やってんだよ、SP って、ああいう見えてもね、あんまり警視庁のこと言わない、あんまりは SP さんあんまり悪く言うことなんだけど、確かにね、しょっちゅう要人警護訓練ってやってんのよ。でもあれって明らかにあいつは怪しいっていうのを想定してやってるんだよな、あの SP の訓練って。明らかに演説中で拳銃を
構えながら走ってくるやつ、がいた場合っていうのを想定しての訓練をやってるわけ。あんななんかね、明らかにね、あのなんかぼーっとしてるあんちゃんがね、いきなりなんか怪しいものをバッグから出して、それがなんかバーンって音がするみたいっていうのは想定してないです、警視庁の SP さんって。だからなんだかわかんねえのが来たぞって言って、なんだかわかんねえのが近寄ってきたぞみたいなのあるんだけど、まさかあんちゃんが改造拳銃持ってると思ってないんで、想定外のことが起きるってやっぱり人間、いくら訓練してても想定外のことが起きると何もなんねえんだなっていうのが分かるわけですよ。だからこれから SP の訓練も変わるでしょう、おそらく。で、SP の訓練も、でも SP の訓練、なぁ、警察のね、どっかのね、何の脈絡もない、だから警視庁の規定 SP でしょ、何の関係もなんか埼玉県の機動隊の人に協力してもらって、そんで、SP 訓練の見学に来ましたっていう風体で、埼玉県警の機動隊の人を呼んできて、見学させてるんだけど、その中一人だけ仕込みがいて、そいつが訓練中に怪盗拳銃に見立てて爆竹を投げながら走ってくるっていう訓練ぐらい、それぐらいやらないと多分あれ防げないよ、あれは。それぐらい凝ったことしないと、全く面識ないんだから、面識ないから本当はだからあれの多いんだよ、福島県警の機動隊さんが今日は見学に来ましたって言って、黙って見学させるんだけど、じゃあ警視庁の SP の対策訓練を今やりますので、皆さんどうぞ、学ぶべきものは学びみたいなさ、盗める技術がありましたらどうぞ盗んでってくださいみたいな、どの口がいいと思うみたいなさ、だからあ、分かりましたみたいなさ、で見てるじゃん。で見てんだけど、その中の一人がその福島県警の機動隊の中に一人だけ頼んでおいてるとか、訓練も佳境に入った頃にいきなり爆竹を鳴らしながらですね、うわーってうわーって突っ込んでいったらって言ったらさ、多分対処できねえと思うよ。なん知らねえよ。なんだこいつはみたいなさ。はい、要人が死にました、ダメです、今のはダメです、ダメです、突発的な暴漢が出た場合とかね、一番危ねえのがだからあれでしょ、なんだかな、どこだろうね、だお嬢様学校の女子高生が見学に来ましたって言って、一人がいきなり模造の刃物を持って立ち上がって突っ込んでくるみたいなさ、仕込みなんだけど、その女子高生は仕込みなんだけど、多分どっかの警察のなんか警察の職員の方の仕込みなんだけどって。だってあれは思うんだよ、だ今だから警視庁の SP の訓練ってやっぱ今までずっと変わらず暴漢が拳銃か刃物を持って突っ込んでくるっていうのを想定して訓練やってたんですよ、今までは。で分かりやすかったのよ、あ、こいつ暴漢だってすぐ分かるような分かるっていう想定でやってたから、あのテレビでよく出される訓練の SP 訓練みたいなのができるわけですよ。
あんな機敏にバーッと回収できるわけなんですけど、安倍元総理やったあの山上みたいなやつに関しては本当ただね、見れば普通の通行人だからね、あれはね、なんかちょっと空気読めねえ、空気がちょっと読めねえ兄ちゃんかなみたいな形だと思ってわーって見送ってたらいきなりドバーンって撃たれたんですよ。あれ多分一発目はね、大きい音じゃないけど、あれ暴発したいけどだけだと思うんだよ、あれ弾出なかったんだと思うんだよ、あれ一発目多分一発目大きい音した時は弾が出なかったって何やこれって思ったんですよ、あれ山田さんが何やこれ弾出へんやねんけって言ってもう一回引き金してたらバーンって撃ってたんだよね、多分何やこれ何やねんこれ弾出へんやねんけってもう一回焼けっぱつで引き金バーンって引いたら弾が出ちゃったって言って安倍総理に命中したって。いや改造拳銃なんてそんなもんよ、だからこの辺の頃は多分教育太郎さんが多分あれなんですけど解説してくれてると思うんですけども、その昔で解説されてると思うんですけど、ちなみに今日の日付は7月10日です。はい、まあ、なんだろうな、今もうだから怖いよ、だから敵味方わかんないよ今、だから安倍さんが狙われたからあパヨクだパヨクだってじゃなかったわけだから、パヨクでもなんでもなかった、ただの頭のおかしい兄ちゃんだったわけです。これわかんないだからね、野党の幹部だっておっかないと思うよ、これうちら狙うやついねえだろみたいな感じで思ってたけど、わかんないよ、共産党なんか最もやばいと思うよ、あれ打ち行けば大切だから。大体パヨクとかあの辺の左翼の人って大体すぐ仲間割れするから、仲間割れして殺し合いするようなやつらだから、大体もともとね、日本赤軍も、ね、群馬で総である臨時事件やってたわけでしょ、仲間割れして、どうだっけ、原田さんで臨時やってたわけでしょ、で臨時事件の慣れの果てがあれでしょ、日本赤軍の連合赤軍の浅野さんと立て込もったバカでしょ、あいつ。だから、共産党とか社民党の党首だから、もうあるいは立憲民主党もそうだけど、いやーもううちらはあんなことするやつはいないですから、自民党幹部の命は狙っても我々は命は狙うやつはいないでしょみたいな油断してると狙われますよ、打ち毛羽大使ですからね。まあ要するに危ねえのが今後、多分今後危なくなるのは、危ねえっていうのは今後なんか危ねえのが あれです、何々をやります、これはやりますって言ってやらなかったやつ、政策でこれをやります、私はこれを政策を実現させます、私はこの政策の実現のために頑張ります、この公約を私は必ず守り抜きますとかって言って全然やらないやつとかいるじゃないですか、いるじゃん、あの選挙の時に出した公約全部何月の実際出題とかいるじゃん、どっかの都知事みたいなやつがさ、それさあれが危ねえんだよ、あれだって東京都なんて本気で困ってる人いっぱいいると思うんだよ俺多分あれ、あんなしょぼい拳銃でも殺せるんだと思ったら思うやつが出て1000万人もいるからね、東京都民って選挙区民だけでね、1100万人で今東京都民が1300万人いるでしょ、確か絶対暇せんって保証ないよ、なんだあんだあの野郎調子のいい選挙の時に調子のいいこと言いやがって、何一つこうやって達成しねえじゃねえかっていうのが許せねえとかって
あえてあいつのせいで商売めちゃくちゃにされた、ふざけんなって思ってやりかねないよ。い出てくれよ。うわ危ないと思う。危ないよ東京都知事も。だからあ行っちゃったあ行っちゃった行っちゃった。あのね都知事さんもね、いや SP 多めにつけた方がいいと思うよ。危ないよ。それだから都民ファーストの会とかあるんで、支援者からだって恨まれるわけだ。あの都知都議あの都議選起こっちゃった都民ファーストの人とかさ、あのタヌキが何もしねえから俺選挙で落ちてたじゃねえかっていうのが、あのクソタヌキみたいなさいないいないとは限らないよ。いると思うよ。割と自民党盛り返しちゃったからね、前回の選挙区東都議都民都議県東京都議会選挙は、ね、割とあのババアの出たみたいな。よくね、国会中継で国会議員が寝てるの見て、あいつら仕事中で寝てけしからんとかってやついるんだけど、あの別にさ、今の日本のね、国会制度が悪いんだよ、あれな、うん、だから、党議拘束がかけられてる以上、党議拘束がかけられてるわけですから、例えば、自民党が出した法案に関しては、自民党は、全員賛成しなければならないって党議拘束もあるわけですよ、ね、この法案ちょっと俺的には納得いかない部分があるんですけどねみたいな。だからさ、造反しましょうかねだったら懲罰動議かけられちゃうから、自民党内でできないんですよ。
賛成、自民党は賛成に回りますって言ったらどんなに文句があろうが賛成に回らなきゃなんないわけ。だからそういうもうあらかたも答えは決まってるわけ。そのこの法案に賛成するか反対するかの答えはもうとっくに決まってるわけです。それを決まってんのに反対演説とか、野党の反対演説とかがあるわけですよ、うん、あれいくら野党が頑張ってこの法案はこんだけの不都合なことがあって、ね、私的には反対なんですよみたいな言ったところで、大半の自民党がみんな賛成するの分かってて、この法案は成立するのが時間の問題なんだから、寝てようがないでしょうか、関係ないんだからな、別に。だってあの人たちの本会議場にいる議員さんの仕事って何でか知ってます？あれ本会議にいる国会議員さんの仕事、多数決って、あの賛成か賛成否決投票するだけですから、あそこあのために呼ばれてるんだから、ね、あれはね、仕事はまだ待機してるんだと思って、本会議場で。で、あそこにいる国会議員の唯一の仕事が、壇上行って、木の札を議員さん、議長さんに渡すだけ、あれがあの日の国会議員の仕事です。あれが仕事。うん、そうなんです。あれが仕事なんですよ、国会議員。あれ以外は寝てようがスマホを見てようが漫画読んでようが別にどうでもいいんですよ。別にあれまでは、だって意見聞いたところで野党の反対意見聞いたところで反対できねえもん。だって野党のあの議員の演説で俺は心に響いたぞ、俺は賛成だけど反対に回るぞっていうのはできねえから、もう賛成を投じるしかやることないんだから、私は野党は野党で反対票を投じるしか仕事がないのよ。だから別にいててもいなくてもいいのよ、あの人はあそこだって、ね、だからそういうシステムにしちゃっている国会運営が悪いのよ、あれは。だから討議拘束をかけなければ、あの演説を聞くって仕事が増えるわけですよ。つまりアメリカみたいに討議拘束はかけませんね。共和党が出した法案でも、この法案には問題点があるって言ったら共和党の議員でも反対に回ると思うんですよ。民主党議員と一緒に反対に回して、で法案は反対否決に追い込むことができない。アメリカってそういう討議拘束かけないから、本当はそれがあるべき姿なんですよ。だからアメリカの議会って本当に皆さん意見は真面目に聞いてますよ。だからちゃんとじっくり聞いてますよ。だから、演説する方も熱が入りますよ。やっぱりどんだけ説得させ、何人 の, 反対側の議員の人を 何人説得させてこの法案を潰そうかっていうので頑張るから一生懸命なんですよ。だから日本のだからシステムがダメなんだよ。もうだから討議拘束をかけるシステムっていうのが、だからあれをやめた方がいいと思うんだけど、国会法で禁止するべきだと思うんだけどな、あれの、だから基本的に国会の本会議で本会議のあの人たちの仕事は多数決の意思を示すことだけですから、あと別にどうでもいいんですよ。はい、というわけでちょっと今山形市内に入ってまいりました。さてこれからね、今 GoPro を撮影してるんですけど、 GoPro の、冷却作業というのをやります。夏はねやっぱりね GoPro が熱くなると止まるんですよ。GoPro 熱くなると止まるんで冷却作業をやります。
GoPro ね、今触ってみたらそんなに熱くなかったの。前回ね、前回行った時ね、ポイントがあった。前回東京行った時に多分 GoPro が熱暴走したかなんかで撮られてなかったんです。途中多分ここから山形から多分な赤湯あったり赤湯から米沢ぐらいまでは全然撮れてなくてね、たまになんか夏場ってやっぱり、ね、GoPro がね熱持ってね暴走するんだわ。で、冬はわりかしそんなに車内そんなに暖かくしていかないからあれなんですけど、あれきついね。もうドライブ動画って夏は無理だね。 GoPro で撮るのは無理だね。ダッシュボードに置いて撮って1時間だな。1時間しか持たねえんだよ。車の中エアコンガンガンかけてもダッシュボード熱くなっちゃって GoPro 止まっちゃうんですよね。あれ熱で。だから夏のドライブ動画撮るとき GoPro とかやめた方がいいと思うんですよ。本当なんかビデオカメラの方がいいと思います。ソニーのソニーとかビクターとかのビデオカメラの方がいいと思います。回しで撮るときね、お昼間ね、本当は東京の夏の東京の昼下がりとかね動画撮りたいんですけどね、多分ね撮れないよ。1時間走った。去年はね台場からずっと撮ってて、神田までちょっと北だって止まったからね。あれ確か一般だと神田のね、どこだっけ、神田の神田だっけ、神田はもっと帰ってきたとか、東大前か、台場から東大前までかな、通る。そしたら止まっちゃったんだよ。で、あとどんだけ一回もう一回録画ボタン押しても5分も撮影したら止まるんだよ、熱で。だからね、夏はね厳しいと思う。動画撮んの GoPro で動画撮んの厳しいと思う。夏はやっぱり
夏のドライブ動画とかね、GoPro で撮るのもいいんだろうけどね、多分解析しねえとダメかもしれない。だから GoPro 追うとかね、白いなんかで箱で追うとかね、あと GoPro の後ろにあれ、あの送風機ファン回して冷やしながらやる、冷却しながらやるしかないよね。ハンディファンを、ね、回してね、バーって。あとえげつねえとこ入ってくる。大丈夫？あれ先月どんな暑かったかね、6月って。パソコンにあの動画をね、パソコンにね入れるの忘れたんだよ、ね、入れる前に消しちゃったんだよ、ね、あ、もったいなかった、ね、明日の天気はどうなんだろうか、東京の天気はどうなんでしょうか。まだ東京の天気がわかんねえから天気を見てなかったな、それ後で調べるか。
方の見習いってあれなんですかね、やっぱ朝5時起きで店行って6時行って先輩方がうーすって来るまでの間に掃除やってやるじゃない、で料理食材触らせてくれないじゃない、でひたすらやっぱ掃除やって掃除あっちゃあっちゃこっちゃ掃除やってでしょ、で終わった後練習するのかね、あれ練習とかあるのかね、おいおいやってるよ、おいおい太鼓のカツラ向きやれよ、俺見てるまだ熱いなバカ野郎のかな、おいあんな分厚い太鼓のカツラ向いてれば太鼓なくなっちゃうじゃねえかよバカ野郎とか言ってさ、うつけむけよバカ野郎とか怒られた、大根、あの人参をさ、あのもみじにする、もみじに、人参をもみじにするやつとかって、あの、カエデ型に切る水訓練とかやるんだからね、あんなの、あんなの肩枠はめにはバカってできるんだけど、ね、相変わらず包丁でやるんだろうね、あの、こうやってな、丁寧にやるんだぞ、みたいな。さっぱり夜中にさ、おい出し取ってくれ、出して出し、そうじゃねえんだよまだ早えとか早えんだよまだお前入れんだよとか、お前この泡立ち方見ろ、このタイミングだこれ覚えとけよって言ってここでカツを入れるんだバカなんだおいこれお前1秒でもずれたらもうほったらかし変わっからなとかって、本当かお前って本当かお前って言うね嘘だろお前って言うね朝でこれが10時12時までやって、いやすごいな、今そんなんやったらパワハラで怒られちゃうか、今料理人どうなって料理会ってどうなってんだろう今、トイレ行きます、トイレ、はい、トイレ行きます、トイレ、あ、トイレあっちだっけ、あれ、トイレこっちだっけ、